はい、本日はですね、久々に本山の思い出話といたしまして、本山でそんなことやってるんだっていうふうなお話をしたいと思うんですね。私がですね、やっぱり総持寺での修行生活に一区切りをつけて、地元のお寺に帰った時にですね、よく言われたのが、本山ってさ、やっぱり、お経に何が書いてあるか勉強したりするんでしょみたいなね、そういうことをよくお檀家さんとかに聞かれたりもしたわけなんですよ。ところがですね、宗派によっては本山でやると思うんですけれども、曹洞宗の場合はそのお経に何が書いてあるかっていうふうな思想的な話、内容的な話っていうのはほとんどやらないんですね。提唱って言って、まあイメージ近いかなっていうようなことはやるんですけれども、やっぱりちょっと違うわけなんですよ。で、そういったお経の思想的な話、あるいは仏教の歴史的な話、これは仏教の思想の変遷っていうものを抑えるためにはやっぱり歴史を抑えないといけませんから、そういった思想的なこと、歴史的なことっていうのは本山ではなくって大学の方でやるわけなんですね。大学、もちろんですね、お経の読み方みたいなのは本山でやります。読み方は本山で、内容は大学っていうふうな、こういったまあ住み分けといいますか、段階、階段みたいなね、積み重ねみたいになっているわけなんですね。じゃあお経の勉強しないんだったら本山で何やってるのかっていうと、大体にですね、実技的なことが多いんですね。実技的なことっていうとすごいちょっと語弊がある、なんていうのかな、修行っていうもののイメージに対して語弊があるんですけれども、日常生活を仏道修行としてやっていくことが曹洞宗の教義でございますので、基本的には日常生活を続けていくわけなんですね。法要についてもあくまで日常生活の一環としてやっていくわけなんですけれども、まあなんていうのかな、やっぱりその人材育成という点から実技指導みたいな側面もあるっていう形になるんですね。あくまで側面もあるっていう形で言うのがまあ妥当かなっていうふうに思うんですけれども、そういった感じなんです。だから、人材育成という視点から言えば、お経の学習とかっていうものは大学でやって、実技的なことを本山とかそういった修行道場でやるっていうふうな、そういった住み分けになっているわけなんですね。なんですけれども、本山でも座学をやらないわけではない、その本山の座学に関して今回はお話ししてみたいと思います。仏教寺チャンネルの大地でございます。よろしくお願いいたします。その座学、どんなことをやるかという話なんですけれども、いろんなことがあります。いろんなことがあるんですが、例えば特殊な法要があるのでその作法を習いますでありますとか、日常生活の修行の作法に変更があったのでそれを習いますであったりとか、御詠歌って言ってからその仏の教えを五七五に乗せてなんていうのかな、歌うようにして読んでいくっていう風なね、そういったものがあったりとか、称名っていう節付きのお経じゃないんですけど、お経みたいなものがあったりして、そういったののやり方を習ったりでありますとかね、あるいは書道とか茶道っていうものも触り程度ではあるんですけれども習います。あるいは人権学習であったりとか、1年目の時にはですね、布教弁論大会っていうものが本山ではありますので、法話っていうものはどのようにやるんですかっていうのも本当に触りだけやります。あるいはお寺の責任者たる住職の心得と言いますかね、そういった住職学っていうふうに呼ばれるものであったりとか、あるいは電話の受け答えみたいなね、そういった必要に応じて習うものであったりとか、本当にね、いろんなものがあります。で、あとね、変わった学科としてはですね、年に1回わらじを編むっていうことがあるんですね。これどういうことかというと、冬になるとですね、勧業托鉢って言って托鉢に出るわけなんですね。その托鉢に出るにあたって自分でわらじを編んで、そのわらじを履いて托鉢に行くっていう風なね、そういったことをするんです。って言った時にですね、わらじどうやって編むかっていうと、最近ね、そのわらっていうものがなかなかね、手に入りにくくなっている。特に本山の修行僧っていうものはですね、今何人ぐらいいるのかな、100人ぐらいいるわけなんですよね。昔はもっと多かったって言った時に、やっぱりそれだけの人数のわらじを賄える量集めるのが難しくなっておりますので、わらでわらじを編むわけではないわけなんですね。じゃあ何で編むかっていうと、普通のホームセンターで売っているビニール紐をたくさん買ってきて、それを切ってね、編むわけなんです。そんなこともやってましたね。っていうふうにですね、座学といいますかね、茶道とかわらじを編むみたいな実技指導も入ってきますので、もうちょっと広いニュアンスにはなるんですけれども、こういったものを一括りにして学科っていうふうに私たちは呼んでいます。あるいはね、学科っていう枠じゃないんですけれども、総持寺の場合は月例法話っていうものが毎月25日にあってですね、全国各地の布教師さんが本山に乗山して、本山までいらっしゃってですね、男信徒さん向けに法話をなさるので、それを修行、特に1年目の修行僧もよく聞きなさいよ、聞いて勉強しなさいよっていう形で法話を聞かせていただく、確かね1時間ぐらいあったかな、よく覚えてないんですけども、そういった機会もありました。で、この月例法案に関しましては、今はね、やっぱりコロナ禍ということで中止しているそうです。また落ち着いたら再開されると思いますので、興味のある方はですね、ぜひ総持寺のホームページご覧になってみてください。案内が出てるはずです。学科は多い世代もあれば少ない世代もあるんですね。どういうことかっていうと、その時その時の指導者がどこに力を入れて指導するかっていうふうな、そういったものがあるんですよ。本山っていうものはですね、総持寺であれば総持寺のやり方っていうものがずっとつながってるかというと、まあそういう部分も芯としてはあるんです。芯としてはあるんですけれども、その芯の応用の部分に関しましてはコロコロ変わるんですよ。なんで変わるかっていうと、禅師様っていうまあご住職にあたる方がやっぱり世代交代なさるわけですよね。でその世代交代なさった時に、言ってみれば校長先生が退官されると、他の教員全員が総辞職するっていう風なね、内閣総辞職じゃないですけれども、そういった風なしきたりがあるわけなんですね。まあ言うても全員いなくなっちゃったら、もう本当に何て言うのかな、運営がえらいことになりますから、何人かは何割かは残るわけなんですけれども、大きく体制が変わるわけなんです。でその大きく体制が変わると、やっぱりね、こういった学科のなんていうのかな、温度差みたいなのも変化してくるんですよ。その指導方法、どこに力を入れて指導するか、どのような形で教えるかっていうふうな、そういった応用の部分がですね、大きく変わってくるんです。だから学科の多い世代もあれば学科の少ない世代もあるっていうふうなね、そういった現象が起きてくるわけなんです。あるいはですね、本山じゃなくて地方騒動の方だと、うちはこの学科っていうものを熱心に教えます。毎週のようにやって、すごい勉強になりますので、しっかり勉強したい人はですね、ぜひうちの地方騒動に乗山してください、みたいな形で修行僧を募集したりするケースもあるっちゃあるみたいですね。学科の講師誰がやってるか、誰が教えてるかっていうことなんですけれども、それはですね、いろんなパターンがあります。修行道場の内部の人が教えるケースもあれば、外来の講師さんを呼んできてですね、依頼をして教えていただくっていうふうな、そういった形を取ることもあります。例えばですね、護衛家であったりとか称名、まあ節付きのお経じゃないけどお経みたいなもの、お唱え事みたいなものはですね、やっぱり本山のそういったお役目の老師の方、先生の方が教えてくださるわけなんですね。だけど書道は、私の時は外来の講師さんでした。やっぱりね、皆さんその老師の方々、修行僧に対する先生の方々もやっぱりお坊さんですので、字の上手い方っていくらでもいらっしゃるんですよ。いらっしゃるんですけれども、自分が書けるっていうことと人に教えれるかどうかっていうのはやっぱり別問題なんでしょうね。そうした時に書道を教える専門家として外来の書道の先生をお願いしていたっていうふうな、そういった感じだったんだろうと思います。あくまで想像ですけどね。あるいは茶道に関しましては、内部の講師さんとも言えるし、外部の講師さんとも言えるような形で、どういうことかっていうと、総持寺の中の現役の先生じゃないんですよ。現役の先生じゃなくて、なんていうのかな、運営委員会みたいな、もしくは総持寺に対する教育委員会みたいな、そういった立場の方が茶道を教えてくださってました。私たちの世代はですよ。そういうふうなパターンもあるわけなんですね。で、やっぱりですね、こういうことが本当はあるべきではないんでしょうけれども、やっぱり人情としてね、その講師さんが内部の方、内部の老師、内部の先生の時っていうのはやっぱりね、緊張するんですよね、どっちかっていうと。だけど、こういうことあるべきじゃないとは思うんですけれども、やっぱり人情として外来の講師さんの時はちょっとね、ほっとする部分があるとかね、そういったこともありました。だからね、結構みんなね、書道の時間とかね、好きでしたね。でこの学科の特徴はですね、正座で聞かないといけないっていう風な作法があるわけなんですね。当然座布団なんかありません。畳の上に直で座って正座なんです。で、それがね、やっぱりね、1時間か1時間弱ぐらいあるわけなんですよ。そうするとね、やっぱりね、足痛いんですよね。昔の過去の動画でお話しした通りですね、ただでさえ正座のダメージが蓄積している中で、1時間正座でね、足の痛いの耐えて、お話を聞く、勉強するっていうのはね、結構ね、しんどいわけなんです。そうした時に、限界になったら、座布っていうですね、座禅に使う丸いクッションをお尻の下に敷いて、正座ではなくて座禅の足を組んで聞いていいですよ。で、それでまた回復したら正座でまた聞きましょうね、みたいな、そういったシステムも、まあシステムって言っていいのかな、そういったやり方もしておりました。で、やっぱりね、前から順番に座っていくわけなんですけれども、当然、前の方ので最前列の方になっちゃったら、やっぱりね、座布使いづらいわけなんですよ。正座でね、なんか聞かないといけないような、なんていうかな、崩してるわけじゃないんですよ。座禅の足をしますので、崩してるわけじゃないんですけれども、なんか正座を崩しづらい心理っていうものがあってね。まあ人情としてあったりして、かといって、後ろの列はね、後ろの列で生きた心地しないんですよ。なんでかっていうと、後ろの列には先輩和尚さんたちがいるんですね。で、特に一番後ろの方には道安寮って言ってから生徒会の方々みたいな人たちがねいらっしゃるわけなんですよ。で、この人たちがねやっぱりね、修行僧の指導の最前線に立っている人たちなので、最後尾の方になっちゃった日にはもうね生きた心地がしないので、やっぱりね真ん中ら辺がもしくは真ん中ちょっと前ぐらいが精神的になんていうのかな、余裕があるというとおかしいですけれども、そんな感じがするわけなんですね。なんですけれどもやっぱり先着順で好きなとこ座っていいわけじゃなくて、前から順番に詰めて座んないといけないので、そうそう狙えるわけじゃないんですよ。狙って座れるわけじゃない。で、さっき言いましたですね、一番後ろの方に座っている道安寮の人なんですけれども、この人たちがですね出席を取るんですね。いない場合にはその理由を聞いてね、ちゃんとした理由で欠席しているのか、あるいはサボっているのかっていうのをやっぱり判断したりするわけなんです。だから大事はいとかって答えていくわけなんですけれども、欠席した人のところだと、例えば高すぎって言って返事しなかったら欠席になっちゃうので、代わりにね誰かが答えるように代変するように言われてるんです。で、代変つっても、はいって出席してるかのように装うんじゃなくて、やっぱり正直に言って、大体ね、作業中でありますっていう風に言うのが定番なんですよ。っていう風に言うんですけど、やっぱり何の作業だって聞き返されることが時々あるんですよ。そうした時に、何の仕事があって来れなかったのか、欠席だったのかっていうのを聞いてないと答えられないんですよね。これがね、2年目とか3年目とか先輩和尚さんの時にも発生する時があって、やっぱりその1年目にしっかり学科出させるために、その居残りの仕事っていうのを2年目だったりとか3年目の和尚さんが肩代わりをしてね、1年目の人たちにできるだけ勉強、まんべんなく勉強できるような機会を与えるようにっていうふうに計らうわけなんですけれども、その時の出欠対策の準備が足りてないと、あれ?何の作業するんだっていうふうになっちゃうわけなんですよね。聞かされてないと分かんない、答えられないわけですからね。そうした時に、なんだ答えられないのか、じゃあサボったことにしとくからなみたいなね。いや困りますなんて口答えできませんから、すごい申し訳ない1年目の心理になったりとかっていうことも、まあ、正直言ってありました。まあそれもね基本的には脅しで、なんていうのかな、次はちゃんと聞いとけよっていうふうなブラフであって、やっぱり事実確認はしてただろうとは思いますけれどもね、きっと。で、その出欠取った先輩和尚さんがですね、やっぱりなんていうのかな、ある種の厳格な人であったりとか、温度差っていうものが結構あるわけなんですよね。その先輩によって性格の違いみたいなのがあったりするんですけれども、中にはですね、そのさっきの正座が辛くなったら座布を使って座禅の足を組んで聞いててもいいですよみたいな、そういったまあ仕方ないですよみたいな、そういったものがあるってお話ししたんですけれども、それについて「お前ら座布なんか使うんじゃねえぞ」、講師さんに敬意を払ってちゃんと正座で聞くんだぞっていうふうにあらかじめ釘を刺す先輩和尚さんもいらっしゃったりするわけなんです。でもね、人間足が痛ければやっぱり他人の話なんか聞いてる余裕なくなるもんでして、講師さんの話がこう右から左にツーッと抜けて、もう足が痛い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 っていう、それだけが頭の中でいっぱいになっちゃうっていうのがやっぱり人情なものなんでございますね。そうした時に講師さんによってはやっぱりそれが分かっててですね、みんなお坊さんとしては通ってきた道ですのでよくよく分かっているんだけれども、教える側の心理としてはやっぱりそれが嫌だっていうのがあるわけなんですよね。そうした時に講師さんによっては、その先生によってはあらかじめ気を使って座布を使っていいですよっていうふうにおっしゃってくださる先生もいらっしゃるわけなんです。だけれどもね、これがまたなんていうのかな、一つの地雷みたいになってまして、じゃあお言葉に甘えて足を崩すと学科の時間が終わって講師さんが退出された後にですね、当番の先輩、さっきの出席取ってた先輩和尚さんが、ああいうふうに老師はおっしゃるけどな、だからってお前ら調子に乗りすぎなんだよ、足崩してんじゃねえよ、お前ら余裕か、修行が余裕なんかみたいな感じで締められちゃったりとかなんかしちゃったりするわけなんですね。まあ、そういうのも、まあ、割と定山あるあるだったかなっていうようなところですね。まあ、こういったこともですね、今の総持寺はある種の我慢大会でありますとかパワハラ的な指導っていうものはやめて、厳しくすれば人は育つはずだっていう風なやり方ではなくって、その修行僧たちのやる気をいかに出させるかっていう風な、そういった形を目指して指導されてますので、だいぶ変わってるんじゃないかなっていう風な想像はいたします。ただですね、この度善治様、総持寺のご住職にあたられる善治様がですね交代なさるということで、そうするとやっぱり校長先生が交代なさったら教員の先生方みんな総辞職をしてガラッと体制が変わるっていう風なこの法則が働きますので、次の新体制でどのような形になるかっていうのはまだ誰も知らないっていう感じでございます。それでは今回の動画はここまで。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様合唱。はいまた見てねー。